リースクイチャンネルの健太です。健太です。よろしくお願いします。さて今日は自己紹介動画をローマ7つの丘の一つジャニーコルの丘で撮影させていただいております。ちょっと景色の方見てください。はい。じゃあ今日は自己紹介動画ということで、はい、キャリースクエアチャンネルがどういうことをしているのかということを、健太くんの方から簡単に説明していただきます、はい。チャンネルを立ち上げたきっかけとしましては、コロナロックダウンの影響で非常に厳しい状況に陥っている現地の方々、観光業の方々、生産者の方々のお役に少しでも立てればなと思い、チャンネルを立ち上げることにしました。このチャンネルのコンセプトはどんな感じですか？まだ日本に知られていない生産者の方々や観光業の方々、ガイドさんだったり県の方たちとコラボさせていただきながら、私のプラットフォームを通じて皆様に有意義な情報をご提供できればなと思っております。ではなぜ動画でなんですか？ブログだったり写真でも素晴らしい情報源というのはあるんですけれども、僕たちのコンセプトとして現地の方々の人柄だったり情熱、歴史を動画を通じてお伝えできればなと思っております。そうですね。はい。これからの僕たちの目標。はい。はい、健太君。目標としては僕たちの動画を通じて日本の皆様、イタリアの皆様のお役に立てるような情報を配信させていただきたいなと思っております。そして、僕たちのプラットフォームを通じてイタリアと日本のより良い関係を築き上げられればなと思っています。短い動画でしたけども、ご視聴ありがとうございました。はい、もしよろしければフォロー、ライクよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします、はい、これからも一生懸命頑張りますので応援よろしくお願いします。